ニューヨーク州道22号線へセックス付近でバーモント州とシャンプレーン湖が見える。ニューヨーク州道22号線はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市の郊外からカナダ国境近くのクリントン郡のムーアの集落までニューヨーク州の東の境界に沿う南北の州道である。全長337マイルで州最長の南北ルートであり、 ニューヨーク州道5号線とニューヨーク州道17号線に続いて3番目に長い州道である。州の主要な東西方向の道路の多くが交差し、しばしば合流し、隣接するニューイングランド諸州に入ると、もともとは部分的にこの州道に沿っていた国道7号線と交差する。NY22 のほぼすべてが小さな村や集落を通る2車線の田舎道である。 例外は人口の多いブロンクスとウエストチェスター郡の南端と北端近くのプラッツバーグの街を通る部分である。道路が通過する田園風景は馬が放牧されている田舎やニューヨーク市の北部郊外にある貯水池の景色からタコニック山脈やバークシャー高原のさらに北部にある落農場、未開発の森林の多いアディロンナック山脈まで様々である。 シャンプレーン湖のほとりに沿って公園の脇を通る。ホートアンからキーズビルまでの86マイルの区間はレークストロックスパッセージとして知られるシーニックバイウェイの一部である。今日の NY22 の最も古い部分はウエストチェスター群とシャンプレーン湖の海岸沿いにあり、インディアントレールであった。オランダ人、その後イギリス人になった開拓者たちは、 農産物を市場に出すために道を使い続け、最南端の部分は18世紀と19世紀にホワイトプレーンズ郵ビンドになった。20世紀初頭、自動車の利用が広まるにつれ、州は、使用頻度の高い部分を舗装し、新しい道路を建設して、現在の高速道路を作成した。最初の道路は1930年に NY22 に指定された。初期の頃、 高速道路はマンハッタンで始まりました。2008年までその北端はカナダとの国境であった。ありがとうございます。